まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。5番のプレイヤーは発言してください。あ、5番ジャックマンです。よろしくお願いします。同進行しましょう。同進行。進行路を決める同進行。あの、私、テンコ取るんで同進行しましょう。まあ、私、しょうがない。6から4まで、あの、一瞬分しか聞けないんですけども、まあ、頑張って精査するんで、当たってると思うんだけどね、人外地は、ほぼ。うん。怪しい位置を特定するために、あの、求むことがあります。6から4まで必ず理由言ってください。理由。理由です。理由を言ってくれないと、あの、判断できないんですね、私。私が判断できないんです。私があなたを判断できないんで、必ず理由を言ってください。何でもいいです。何でもいいから、とにかく理由。フィーリングは許容できないタイプなの。フィーリングは分からないんだもん。フィーリングされると。無理無理、無理なんで。フィーリングはだって怪しくなっちゃうから、必ず理由、無駄なら理由言ってください。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。いや、なかなか酷なこと言いますね。フィーリングはダメだけど、6番か以降、理由をつけて言ってくださいってことは、僕が5番さんに対して、フィーリング以外の理由で、ああだこうだ述べないといけないわけでしょ。めちゃめちゃむずいな。まあ、強いて言うなら、なんか5番さんって、同進行しましょうって言った時に一回深呼吸してるんですよね。なんかね、なんだろうな。なんて言うんだ、なんかの圧を感じてんのかなって正直思っちゃう。なんか意気込んでる感じがちょっとあったかな。から、まあ、緊張してる感じあったかな。これはクルーズでもスルーズでもおそらくないと思うんだけど、まあ、そんぐらいっていう感じですね。まあ、こういう些細なことを僕は割と気づいたら言ってく人なんで、まあ、失言なんかしたらもう、とことん超えちゃいますからね。7番のプレイヤーは発言してください。はい、チョッピリ、2チョッピリ、7チョッピリです。チョッピリ5とチョッピリです。ワイルドアイズです。よろしくお願いします。まあ、6番さんが5番さんにとった要素っていうのは、わかりますね。ちょっとなんかこう、緊張してる感じだった。5番さんが。まあ、笑うセールスマン進行ということで、まあ、5番さんの位置で、また、またや、5番さんの位置で、まあ、バッて感じなのかな、秒数してで。はい。もう、だからもう一周目の発言はもういらないですよね、正直。もうそれぐらい何も要素を落とすことがないからさ。で、ごまさんがシンクロでフィーリングセンサーダメですって言ったらさ、番組も決まってない段階で発言センサーできない。内容の濃いものできない。うん。まあそんな感じかな。はい。村人陣はその同進行をしっかり守った方がいいかなって思いますんで、はい。しっかり進行は守りましょう。8番のプレイヤーは発言してください。まあそうですよね、まあ、要はあれですよね、企画書出してね、でもなんかふわっとこういうかっこいいのでみたいな感じのレベルと同じ内容ですもんね。ちょっと色落ちはないなとは思ったんですけど、まあ6番さんがね5番さんに対して間のことを言ってて、7番さんもまあそれは分かったっていう内容だったんですけど、ごめんなさい、8番全くその辺に関しては今みたいにって感じですよね、多分ね。それは多分単にあの息が詰まっただけじゃないかなと思っちゃうから、そういうのはあまり気づかなかったんですね、8番。まあ、ただね、1で考えたときに、1番手の1って正直、そりゃ緊張もするかなと思うので、まあ、2周目にどういう精査をするかなによってかなと思ってます。まあ、6番さんが、私は拾います、キリみたいなところはちょっとかっこいいなと思いましたね。はい。それだけです。9番のプレイヤーは発言してください。ちょっとまだわかんないですけど、現状はこの4人の中だったら578のどっかに入れようかなって思ってるぐらいですかね。消去法でって思ってる。5番は2周目だと思ってるのは8の言う通りだけど、6番が5番に対してあのいやいや5番さん、フィーリングもするなって言われて、この位置で5番さんをどう精査したらいいんですかっていう6の反応が、まあ素直な感想だなって思ったんですよね。だから結構6の心象が自分は良くて、なんていうのかな、理由もつけなさい、かつフィーリング精査はするなって言われたら、なんか理由つけなきゃって人外だったら思うんじゃねえかなって思うから、6のその5にすぐ、いやいや無理ですよっていう反応が狼らしくないなって思ったから、3-1は現状578。っていう感じかな。この3人は色落ちてないと思う。
1番のプレイヤーは発言してください。5番さんの黒要素はフィーリング精査をするなっていうのを議論停滞させようとしていること、あとフィーリングで5黒いって言ったら殴り返しの準備してるとこ、その5番さんが黒いのと、もう7番さんまだ鈍進行の話ばっかりしていて、7番さんって持論がないよね。だから7番さんって発言稼ぎしてる、7番さん人狼がある。で8番さんはなんか評回収してる感じが、6番さんになんかいいようなこと言ってなんか評回収して疑われないようなことをしてるんで、8番さんの人狼あると思うから、まあ、9番さんはその視点は合ってんだよね。ただ9番さん理由まで言ってほしかったけどね。だから5、7、8に結構俺2浪ぐらいいるんじゃないかなと思ってるんだけどね。結構2番のプレイヤーは発言してください。はい、僕は8番さんが一番怪しいかなと思ってて、理由は5の緊張わからんかったっていうのであれば、まあ、6、7が、まあ、特にね8番さん目線で言うと、6、7が緊張してた、5番さんは緊張してたよねっていう目線はおかしいかなと思うと思うんで、そこから5番さんが言ってる進行論で行くんであれば、もう8番さんの1だったら、その言った理由で6、7どっちかを今は行きたいぐらいは言ってもよかったかなと思ったんで、5、6、7からフェイトを変えたくないのかなっていうふうに僕目線は映っちゃったかなと思ってます。なんでそういうとこから1番さんは結構初週1で4つ、あ、3つ釣り1出してるのが白いかなと思いました。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、村人陣営です。あまり皆さんと思考が合いませんね。私は7番さんが突きん出て黒く感じましたよ。っていうのはまず5番さんの精査から入るんですけど、5番さんってそんなに生き込んでる風には思いませんでした。通常運転かそれ以下みたいな感じの、はい、普通な発言だったと思うんですけど、そこに対して6番さんは生き込んでるって言ったんですよ。それを7番さんは飲んでるんですよね。これって7番さんって6番さんの評価収行動してますよね。で自身ではもう1周目の発言いらないんじゃないか、はい、何か喋りたくない理由でもあるんですかっていう、こんな感じで7番さんが怪しく見えてます。ってとこ、あとは続けたいんですけど時間もないので。4番のプレイヤーは発言してください。ドン進行すると黒市が絞るんだよね。普通にやってたら結構黒市って俺結構分かる自信があるんだけど、ドンすると全く分からん。流れ上ドーンになった場合は分かるんだけど、最初からドーンやる前提でやってると分からんのよね。まあ一周目聞いた感じだと俺は2か3あたりに狼がいそうなかなぐらい自信がない。2は1のことを白い、1は別に白くないね。黒をばらまいてる場合って強靭の可能性があると思うし、そこを口を感じる2が分からない、評価値言ってるのかなって。3は7が黒い、俺は7が別に黒いと思ってないから、それだけの理由ですね。はい。まあ、5のフィーリングダメっていうのも、俺ちょっと引っかかるけどね。俺、狼結構フィーリング嫌がると思ってるんで、そんな感じです。5番のプレイヤーは発言してください。100秒で、4、3、2、1、0。4番さんに言いますけど、例えばフィーリングがダメっていう理由言いますよ。1番さんがいいの、578を怪しむのはいいんだけど、じゃあ578に2浪いる意味は何ですか。分かるんですか、4番さん。それがフィーリングで嫌だって言ってんの。理解できないんだもん。いいの、578を追って2浪いる意味は何。あれ、占いどこだっけ、占いどこ、ん、占いが、待って、待って、8と2 まあ8がどうなの、便乗気味で、1番さん、あ、2番さんが1が白い理由がわからない。3本上げるのはいいんだよ。
じゃあ二郎いる意味は分かってるってこと？2番さん理解できないよ。まあまあ、9番さんの 6が村っぽい理由もわからないから、俺91だった。番組名な91かな。いいの、怪しんでもらっていいけど、2が1を白っぽいと9が6白っぽいが理解できないんだよね。あと7番さん、1周目が意味がないって論は何ですか？7番さん、1周目意味ないみたいな発言しても、1周目でこんだけ頑張って拾ってんですよ、5番って。それに対して7ってどう思うんですかね。それも理がない発言だと思ってますよ。9が6村っぽいと2が1白っぽいの意味がわからない。一番さん、俺91で悩んでるから、じゃあ二郎の理由教えて。理由、一番さん。6番のプレイヤーは発言してください。まあどっちでもいいんだけど、2と8の真偽を言ってほしいかなと思ってる。で、僕は2の方が真だと思うよ。で、2の、確かにその、1白いの理由は、ちょっと甘い感じはあったよね。その3つツリーチ上げてるからっていうところだったけど、じゃあ9は、9も、なんか消去法で5、7、8のなんかツリーチどれかですみたいな感じだったから、まあツリーチとしてはまあ3つなのかどうかわかんないけど、そしたら、2目線で9って、その範疇に入るんですかとか聞きたくなったから、甘いなと思ってたけど、ただ、8への指摘が僕は真っ当かなと思っていて、その8が5に対してその深呼吸を私は感じませんでしたと。で、6と7は感じているのにもかかわらず、8は、6と7に対してはあんまり触れてなかったよね。触れてなかったというか、釣り位置とまでは明言してなかったから、ヘイトを飼いたくない狼があるんじゃないかっていう2番さんの指摘って真っ当だと僕は思ったんですよね。だから、7番さんがなんだろうな、すげえ狂人っぽいんだよね。なんで自己紹介に5秒も使って、初週発言無駄とか言ったんだろうか、全くわかんないけど、極論すぎるから。だから7狂人8老で相方どっかにいるのかなと思ってるかな。で、5番さんしてなんで1が怪しくなったんだろうね。ヘイトか、ん ?1 番さんが、5、7、8に矛先を向けたからなのかな。ちょっと微妙だな。占い神経は絶対つけた方がいいと思うよ。まあ、4番さんに温度取ってほしいと思うけど、現状こうかな。占い神経言ってなかったから。7番のプレイヤーは発言してください。いやー、つけれないから。占い師としての発言を聞いていない段階での、発言、5番さんが言ってる論って、フィーリング精査ダメ。でも理由言ってねって。でも言えないじゃん、誰がどれって。理由とか発言精査とかっていう落とせるのっていうのは、盤面が決まってライン考察であったり単体精査を交えられるから発言が落ちるんよ、伸ばせるんよ。でそこにフィーリングが絡むんよ。でも2番と8番の関して占い師としての発言を聞いてないチャットだけやのに、28の真偽なんかつけれるわけないやんって思ってるんやけど、6番さんも5番さんもどっちもおかしいよ。6番も5番も言ってる論がおかしい、理にかなってない。6番さん5番さんが言ってるのは机上の空論ですね。うん、俺は4番さん、4番さん例の一角したけど、4番さんの考え方というか、なんていうの、言葉の落とし方っていうのがすごい村っぽいなと思ったね。4番例の一角やったねっていう話なんやけど、3番さんの俺殴りってもう不当オブザ不当トゥ不当ウィズ不当イヤ、もう不当の塊でしかなくて、俺っていうのは5番に対してそう思ってるから言ってるだけで、別に発言考察俺は一周目は意味ないと思ってるから別に脅さんでいいって言ってるし、それを3番さんしてんのおかしいって言われても、それは3番さんの思考でしょ、俺の思考はそうじゃないからっていう、これは考え方の違いでしかないと思ってるから、それで3番が俺を釣りをしてくるのはおかしすぎる、不当すぎるかなって思ってますね。で、まあ、1番さんの面白かったのは、5から8まで、これ5から8までで2郎いるんじゃない、だってもう全部いるやん、もう全部いるやん、2郎見つけたらええんやからさ。ちょっと笑ってしまいましたね、そこは。はい、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。正直5、6、9、1、まあ、9、1の話も聞けばいいなと思ってるから、
8番、5、6、9、1はどこでもいいかなと思ってて、まあ、その中で、まあ、9番と1番の話を聞いて、ちょっと精査していきたいかなと思ってるのね。まあ、5番さんで気になった点に関しては、まあ、6番が挙げている内容で、まあ、5番はどうして1番にっていう視点だけど、1番さんって、まあ、9番に関しては、6番以外の5、7、8はどれも不思議だから、あまりパッとして思わなかったから、だから、まあ、釣り位置上げるんだったら578だなっていう9番でしょ。で、それに対して1番は578に2浪いるんじゃないか精査だったから、まあ、5番目線で9番より1番に視点が向いているのはまあ普通だなと思ったの。6番さんはどうして1番なんですかって言うけど、いや、多分2浪構成を578に上げてるからでしょ、1番と思ってて。まあ、その視点に関しても分かったけどって感じだったから、5番と6番微妙なところでしょ。で、まあ、6番さんで言うと、2番が8番指摘を全うだったから2番が真だってなるのって思ってて。まあでも、ここで私が中途半端に、あ、絶対6番が偽、あの、狼だみたいな感じにはならないのね、8番目線って。まあ、9番と1番のスケールも聞いてみないとわかんないなと思ってるから、なんともなんだけど。まあ、実際まだ9番さんは6番の指摘がいいなっていうのが、まあ、6番が5番に対して言っている内容が、いやいや、これ自分に対してきつくないっていう内容が村っぽいって評価だったから、今さっきの2周目の発言とかを聞いたスケールちょっと聞いてみたいかなと思った点、どうかな。まあ、でもね、2番が1番に対していいですねっていう感じは2、1には見えないから、1は除外かな。9番のプレイヤーは、発言してください。今見えてる本線は27ローローの5強っぽいかなって。まあ1はまだ分かんないですけど、1に関しては現状視点が、まあ理由は違ったとしても視点は近いので釣る理由がないのね。で、5番が9番1番っていう釣り位置3本上げた2人に対して殴ってきてるのがあまり釣られ懸念はないけど、精査は全く合わないのね。だから5番ってなんか釣られて狼らしくはないんですよね、自分からしたら行動としては。ただ5番ってなんか釣れないとこを無理やり釣り寄そうとしてるっぽい感じがするのね、俺の感覚だから。5番は若干強靭目があるなって思ってるのがあって、だからまあ強靭釣りたいかどうか問題なんだけど、俺は5番が強靭っぽく見えるけど狼狙いたいのね。で、2番が初週で91に対して差異をつけて1は3本釣り位置を上げたから釣りってなんか白いとかっつってたのが、なんで9も3本釣り位置を上げて1は同じ視点だったのに先に釣り位置上げた俺はなんで白くならんのかなっていうのは、まあ消去法だったからかもしれんけど、そこはなんか不平等だなって思ったから、俺は2が現状2切腹見えてんのね。で、その場合に6番って5番に対して占い精査つけてほしかったって言って、で、かつ2番を新っぽいっていう話をしてるからあんまり2、6っぽくないんだよね、2派生で。だから6がつながり位置としては8なんだけど、俺は2の方が偽っぽく見えてるっていうのと、占い精査をつけた部分に関しても割と評価できる点があるから、初週の感覚もまあ含めてなんですけど、で、かつ俺3番で囲われてないと思ってるのね、8が偽でも。3番の7に対する指摘っていうのはまあ真っ当でしかなかったと思ってるし、7はまあ便乗位置で6と同じような理由で5に対して指摘を入れてたので、だから俺は2の神経も含めて今日7釣りでいいんじゃねえかなって。割と2ならあると思うんだよね。1番のプレイヤーは発言してください。今日ご釣りの8番7占い2番9占いでいいと思うけどね。いや、占い単体は2の方が真、2番さんの8怪しむ視点合ってるから、やっぱ8番さんちょっとヘイト管理してたからちょっと怪しまれたくないっていうのがあったから8番さんが怪しい、2番さんは8怪しむ視点は良かったんで、占い師単体は2の方が真なんだけど、やっぱ7が黒いんだよね。7番さんって5番さんの鈍進行に対してもうそのことしか話してないから、めっちゃ発言稼ぎしてるなと俺思ったから、7番黒いっていうのは9番さん目線わかる。ただ、2番、単体は2の方が真っぽいから7やっぱまだ釣れないと思うのよ。で、5番さんがやっぱ9と1釣ろうとするのが怪しい。まず9番さんが確かに俺と同じ釣り位置なんだけど、9番さんって一応5、7、8どれかしか言ってないの、怪しい要素言ってない。俺しっかり3人とも怪しい要素言ってるからね。
この3人と。だからその5番さんが俺じゃなくて9一本とかなのわかるけど、9一で、まあ、1面なんだと占い神経もつけてないから、今日はごつりでいいと思う。まあ6番さんは現状一番白目かなと思ってるけど、まあ2番さん2周目聞けるんで、もう2番さん黒かったもん俺7だと思うけどね。まあだから俺はごつりの、まあ、8が7占い、2番が9占いで俺はいいと思う。2番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さんと9番さんにアンサーしとくと、まあ、1番が言った通りで91だと3本の釣り位置を上げた理由が全然違くて、9番さんは6番さんの印象がいいことから578今の時点ではどっか行こうかなみたいな感じだったのに、1番は578の太要素を黒要素を言った上で釣りに行ってたんで、なんで全然理由は違うっすけどね。3本上げてる、なんで僕は1を評価したかなっていうところですね。で、8の相方なんですけど、正直、いまいち8番さんが2周目に関しても、5、6、9、1、どこでもいいみたいな感じだったんで、いまいちライン見えてないんですけど、5は僕逆に相方ないかなと思ってるんですよね。5が相方だった時って、僕8番さん、6、7が5番さんどうなのって言ってる時に、5番カバーに行くかなと思ったんで、そこで全然5691っていうところでさらにあんまりヘイト買わんような動きをする必要はないかなと、5守りに行って他の釣り位置上げたらいいかなと思ったんで、5の相方僕いないんちゃうかなと思ってるんですけど、なんで全然初日学校にもあるかなとは思ってます。3番さんの発言で全然黒い要素を拾ったってわけではないんですけど、うんって言ったところです。2周目も相変わらず1番さんに関しては僕の中では結構最白ポジですね。3番のプレイヤーは発言してください。いやー、68オオカミか27オオカミ、そして強靭1は1番さんって感じなんですけどね。91のどっちかに強靭いるかなと思って発言聞いてたら、9番さんの方がより私の思考と近いから強靭な線は薄く感じました。一番さんが合わないんですよね。ごつりかな。どっちかというと超六つりでいい感じだと思うんですけどね。っていうのは8番さんが狼だった時、7番さんは6番さんを評価しているような発言があったからこそ、はい、そんなに7番さんに突っ込まなかったっていうふうに考える方が自然で、で、2番さんはどうなんか、1番さんを白評価するところが、やっぱり若干芯落ちますよね。合わないんですよ。4番さんさえ良ければ、私は今日7番さんに行きますよ。普段なら片白釣りからは絶対ありえないっていう思考の持ち主なんですけど、7番さんって狼の行動してるんですよ。それは発言を落とさないんですよね。自分の情報を。そういった意味で、よくあるでしょ、寡黙な狼っていうやつに7番さんっていうのは入ってくるんですよ。まあ、7番さんに行かないっていうなら、今日は私は6番さんに入れます。6番さんが白である確率も十分、あり得るって感じなんですけどね。27狼が本線です、私も。はい。これ2番さんの発言聞いてですよ。1番さんを白く見るっていう思考がちょっと合わないって感じで、では4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、3番に言っておくと6も7も許可しません。乱指定します。5-1乱5-1乱。1って最後7だと思うって言わなかった？何が狼って俺はそういう認識で聞こえたんやけど、でも1って2が死んだと言ってますよね。なのに7だと思う。まあこれはちょっと聞き間違いっぽかったけど、俺言ってたような気がするんだよね。7だと思うって狼っていう指摘だったように俺は聞こえたんだけど。だから2の方が単体は神明が高いって。あと占い心境だった場合は5-1があるかなと思うんで、ライン切りやってんのかなって思うんで、まあこれは裏精査みたいなもんなんですけど、単純に俺は5か1に、まあ騎士がいるかもしれない。これ何か隠してる人を結構
当ててしまうから狼か騎士か狂人かその辺が混じる可能性はあるんで申し訳ないんだけど、5-1なんで3に言っておくと7が色を落とさない。それはね、片白の場合は当てはまらないね。片白じゃない時は言ってる通りだと思うけど、片白の時で7が狼だった場合はもっと色を落とすと思うよね、逆に。まあただ7の狼あると思いますけど、ただ片白釣りはいまいち、はい、いまいち5-1なんで、じゃあ2は5ですよね、きっと。はい、5-1なんでお願いします。あ、同数になったら俺に合わせてください。同数になったら俺に合わせてください。占いはどうやろうね、そんなにまあ思うところはありますけど、まあそこまで精査はついてないです。はい、5-1なん、投票になったら俺に必ず合わせてください。投票を始めてください。ああ、やだ。5番のプレイヤーが選ばれました。357か。ああ、3強か。5番のプレイヤーは発言してください。1がおかしすぎるよ、1おかしいよ。まあ1強人か、人外は黒はないけど強人だと思うよ。言ってるから2が死んだけど7黒って言ってるから目線破綻してるじゃん。あと黒1は6だよ、6って5が占い理由つけなかったからはいいよ。他のグレーセンサー全くしないでしょ。ヘイト買わない動きしてんだよ、6って。それを突っ込めない。村が791に2人いるんだよ。9番さん、6って5にヘイトも。だから9が村ならそういう甘い選手はダメなんだって。3と9は村です。3と9村だから分かってないんだって。6って一番ヘイト買わない動きしてんじゃん。7って5に喧嘩売ったり、6にも喧嘩売ってんじゃん。え7。71だよね。そうだよね。うん。じゃあ、793村だと思うよ。16がおかしすぎるよ。9強かな、さ。3番さんの思考通りだよ。5種類、必ず騎士守って、5黒とか追われたくないから。もねえな、こうなったら。6番も2しよ。いいのいいの。4番さんが間違ってるだけで、4番さんは4が5来てんの、マジかよ。なんで1の出現拾って5来んだよ。じゃあ必ず4の視点すっきりさせるから、必ず4守ってね、騎士は。いいよ、役本語で1号詰めればいいんだって。どう考えても2が偽でしょ。ああ、2がな、1を村で置くのおかしいよ。それ2ってどっち行った？5来て、2偽だよ。じゃあ2、27か。27、8は8が、あ、8神だ。うん、つうことは、もうね、7は、71いってる。やっぱ6じゃん。6、26だ、これ、26。絶対6人外だって。黒、6。夜が来ました。目を閉じてください。あそらさん、ゲストありがとう。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。8番のプレイヤーは発言してください。7黒だったんだよね。
まあ、7番3オオカミが分かったから2番が27オオカミで囲ってるのか2番狂人で7黒でどっか他にいるんかによって変わるんだけど、これ今結果もらってないよね。4番3例の結果は5白なの？5白か。まあ、5番が村だった場合は7番オオカミは確定で2番が何かによって変わるかなっていう感じかな。7番さん行ってほしいなっていうのと、まあ、そうですね。そうね、1番と5番に関しては、まあ微妙だったんよね。まあ、5番が6番、6番っていう話も分かってたんだけど、まあ、実際問題、ヘイトとかお金なかった。7番行ってください。まあ、7番の黒要素はみんな普通に聞いてたでしょ？ 9 番のプレイヤーは発言してください。7、気の釣るべきなんだよね、俺からしたら。7に黒打たれたときに、7が村なのか、それとも人外だったのか問題が絶対出てくるし、5番なんて釣る必要ないんだよね。5番って戦闘位置で、後半の9位置に対して、しかも釣り位置3本上げてて、評価も割とされてるところに対して、釣り位置を向けてる時点で、5番ってマックス強なんだよね。だから、狼狙いなら5-1どっちかって言ったら、鶴1っていうのは昨日は1番だったと思ってるし、こうなると7の村ケア問題なんだ。俺視点って3の黒要素拾えてなくて、初週の 7指摘もまっとうだと思ってるし、8-3ローローだった場合に、3番が7番釣りでいいんじゃないかって昨日言ってましたよね。3番って自分と視点が近い人物で、2-7じゃないかっていう話をしていて、8が3に囲、8が3を囲っている状況で、わざわざ3番が2番に対して占われるような行動を取り、かつ7番落としをして、2番、8番3番だった場合って7番って黒のリーチだから、3番が狼の時って釣らない方が得なんだよね。釣らないで翌日に黒を打った方が得だから、だから俺8-3が追いづらいんだよね。これね、7が村の時って、俺時点って昨日釣って白を見ておかないと、もう精査がすごくしづらいんだよね。ただ、8番3番で囲いが成立していた場合に、7黒っていうのは打ちやすい位置だなとは思うから、だから人外としてやりやすい行動を取ってるっていうのもあるから、再精査はしますけど、現状は7によってます。1番のプレイヤーは発言してください。いやもう4番さんの話してしてほしくないよね。グレランで大体投票でわかるんだけどね。ラインが。38あるよ。38ある理由は、6番さんって妊娠軸の人ね。6番さん妊娠だって言ってるから、3番絶対6釣りたいから。3番6釣りたがるよ。だって妊娠って言ってんだから。3番の狼あるし、まあ、単体2の方が真だと思うんだけどね。初日の8釣りをし。だからね、8番さんが真主張するなら初日7釣りをさなきゃ。発言稼ぎしてる人を。なんか6番さんになんかいいねしか言ってないから、ヘイト管理してんだよね。そこ叩けてる2の心象っていいから。だから2が真の時ってならいけないんだよね。だからね、これグレラーにしてたら3が6入れたら明らかに3ローってわかるんだけど、5-1ランになってるから。まあけど5-1ランで俺は2の芯追ってる人物だから3番1入れてるからね。で、7番が俺2の芯追ってたから7番ローで1入れないと思うんだけどな。どうだろうけど、なんかね、37、狂人人狼いそうな気すんだよね。6と9がそこまで怪しくないんだよね。でも、どっち釣ってもいいんじゃね、これ。狂人と人狼の欄に似たんじゃね、これ。2番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、3占った理由から言うと、まあ、3番さん7釣りたい。まで言ってたのに、まあ僕の偽要素が逆にふわっとしてたんですよね。
1を怪しむ、まあ、スケールが合わんから2を偽と思ってますっていうぐらいの結構優しい2偽要素やったというか、7をあんだけ黒で見てるんであればもうゴリゴリの2絶対偽ぐらい言ってもいいはずやのに、めっちゃうっすら優しかったんで、これ全然8、3かっこよあるんじゃないっていうところと、相方位置がね、本当に分かんなかったんですよね。だから、まあ初日囲ってんじゃないっていうところと、僕への叩きがめっちゃふわっとしてたんで、7をあんだけ疑ってる割には。で、3番占ったら黒だったって感じですね。で、8番さんの僕に偽要素を言うと、8目線で2強を追うんであれば5の結果ってめっちゃ気にならなかったっすか？5番さん の遺言めっちゃ強人っぽくなかったっすか？僕結構5強で置いてるんですけど、83ローローね、僕83ローロー5強で置いてるんですけど、で8番さん目線2番さんが強ならみたいな発言が出るんであれば4番さんの結果っていち早く欲しちゃうかなと思うんですけど、うん、なんであの発言が2番さんの今日の可能性もみたいな発言が出るんであれば5番さんの結果ってすごい欲しいんじゃないかなと思うんですけどね。そこが8番さんの偽要素かなと思います。なんで今日は3番さんから言ってください。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。2番さん、私が2番さんに対するふわっとしたタッチが偽要素、狼要素ですか？いやー、それならもっと2番さん死んだなーとか言って占われ位置から逃れる、こういった行動を取るはずなんですけれどっていうところ、正直ねこれ8番さんあまり7番さんにヘイト飛ばさなかったでしょ。だから若干その部分でフラット気味だったんですけど、2周目の発言で2番さん、あの1番さんを白く見たっていうところで全然視点が違うなと。9番さんが白く映らないんですかって感じ、うん、まあこれは無理なんか、7釣りをされたら。じゃあ2番さんの釣り位置って9番さんだったんかな。ちょっともうそこ忘れましたけどね、1番さん多分強人なんでしょう。そしてもう心理差ついたんじゃないんですか、8心っていうのが。ああ、じゃああの1番さんはね今日回収されました。はい、残念ながら。ステイウェイはね、書いてる。7番さんの狼要素、1番さんもちゃんとあの上げてたじゃないですか。発言稼ぎしてる。私はそれよりももっと黒く感じましたよ。何も落とさない。これって狼要素そのもの。ステイウェイはね。だから、あの、片白でもいけるよっていう思考を落としてるんですよ。で、6番さんに関して言えば、2進で見てるっていう視点が若干その8番さんとのライン切りに見えて繋がってるようにも見えたんですけど、この盤面下だと、27ローローが本戦です。今日は7番さん投票お願いします。4番さん、今日は7番さん行かなきゃダメですよ。4番のプレイヤーは発言してください。何の発言って聞けんのか聞けないのかな。どっから始まったっけかな。占いは2が偽っぽいなと思う。2って2は3黒か。じゃあ3が村かな。いや3が白いわけじゃないんだけど、昨日じゃあ3が7位に行くっていうのはあんまり狼っぽくないね。だとしたら、だって過去へ入れてるんでしょ。ということは次の日信用勝負するってことだから、3が7のこと怪しい、両方あるか、両面性あるなこれ両面性あるわ。7に行く、俺が51といつもさらに7に行ってたら、うん、ちょっとさらに村っぽかったけど、俺も一強人かなと思ったけど違うんだよねってことは。まあ多分もうこれで多分何この4人で2郎いると思うんですよ。これは7かな。7別に白くないんやけど、あ、じゃあ黒くないんだけど、8か。でもいい、2、1には見えない。ああ、そうやな。占い精査も2の方が新っぽいかな。8、占いさん、白。
3にしようか。いやー、微妙やな。3しようか。6番。あ、妖艶さん、ありがとう。発言してください。まあ、なんだろうね。大いに7番さんまで発言があるから悩んでください。28ね、共に変なんだよな。っていうのも、8番さんって1に見えないから1除外って言ってんじゃん、昨日。で、2番さんって昨日は8、相方だと相方の精査をしてるんだよね。で、今日も8の相方は3かなとかって言ってるんじゃないですか。お互いに、あの、なんちゅうの、対抗が強靭っていう、なんちゅうのかな、精査が完全に抜けてるんだよ。だから、で、2人とも、どっちかっていうと先にその強靭が抜けてた発言してるのは8なんだけど、あ、2もするんだと思ったから、悪い意味でイーブンなんですね。なんで対抗を強靭で見るっていう考えがまずないんだろうって思ったから。で、8番さんは5番投票してますよね。じゃあなんで5の色を聞かないのかなっていうのを思ったんです。1投票してて5の色聞かないならまだわかるんですけど、微妙い。でもその1番さんの言っている、なんだその、まあ今日37ランですけども、その人外同士の欄になってんじゃないかっていうのはすごいわかるんですね。僕最悪なんだけど、1,9,5,6 初日のグレーズリっていう場面で全部裏だったんじゃないかってとこまで思ってるぐらいなんですね。まあ、7番さんの話聞いて決めるけど、なんかすっげえ強人っぽいんだよな、7番さんがずっと。はい、7番のプレイヤーは発言してください。8、3狼か、8強人、9、3狼で見てますね。3番さんの俺釣りを知って、4番さん、3番さん、それで拾おうっていうふうに言ってるけど、まず、2が7白、8が3白の段階で、俺を釣りをしたところで、絶対にグレー釣りの場面なんですよ。それを分かった上で、3番が狼であるから、2番から占いが飛ぶ可能性があるから、7に種をまいたんですよ。7黒いですよねって。で、2番自身も言ってたけど、2番さんが3番さんに対してふわっとした要素を言ってるって。それで3番っていうのは2番に占うから2番も偽ですねっていうのをふわっとして言うんですよ。2と8やった場合って、明らか、村でやったら精査ってあんまついてなかったと思うんですよ。1番さんぐらいじゃないですか、2番さんの方がちょっと新っぽいって。まあ、で、3番さんが、いやー、3、8、いや、俺9番さんもね、再精査するとか言って、9番って絶対俺に来るでしょ、どうせ。違う？なんか8番、3番、狼で、8番がね、俺に黒って昨日の段階ではね、見えないんですよね。なんか8番ってシンプルに2番が死んで、7が白やから黒を打ちに来た強人やと思ってないけど、違うかな？で、8強の9、3、狼とかないかな？これ。9番って再生産しますって言ってるけど、絶対俺来るやろ、どうせ。9番が狼やったらどうせそう来るでしょ？いや、ごめんやけどね。8、3、狼で9番村やったら、これは俺は9番の票を失ってるかもしれへんけど、9番さんと3番さんが俺に、釣りたいって言ってる要素って不当でしかないと思ってるんやけど、俺は6番さんの、5番さんに対してちょっと緊張してるその要素、俺も6番さん分かりましたよやし、2周目の段階俺3番手で発言なんか落とせようがないから、落とさないんじゃなくて落とせないから、今日絶対3番行ってね。投票を始めてください。あ、やだ。どうだろう、これ3、8ロロで7つったら勝てねえからね。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。はい、負けました。あの5番さん強靭で落ちてないと思うので負けです、これは。あー、誰俺に入れてんの。1,3,8,9,4。はっ、ほら見て、9番ほら俺に来てるやん。いやー、6番さんは3番さん言ってくれてるだな、ありがとうね6番さん。あー、分かってくれなかったか。1番でも1番さんが俺に来てたとして、あー、同票か。
いやー、8強3球やったら負けやねー。いや、多分そうやと思うで。だって9番さんと3番さんが俺に対して釣りたい要素とか釣るべき人間とか黒いと言ってる要素っていうのないじゃん。俺が3番手の位置で考察を落としてないから黒いんですかって。そうなるでしょ。いやー、ごめんね。2番さん、ごめん。ああ。多分俺が悪いわ、これ。なんか、いやー、なんか俺、わからんくない？落とせないし。あの要素で6番さんに思った印象を言っただけで、それで7番が便乗位置だって言い張るんやったら、そんな、それを黒要素って言ってるのって思考の違いやからさ、それで殴ってる9と3がおかしいんだよって、俺言ったんですけどね。いや、1番さんと4番さんには分かってもらえなかったから、多分負けです。8強陣の9、3オオカミじゃないですか？おそらく。9番は村じゃないでしょう。まあ負けやと思います。5番が村で落ちてると思うので負けです。いやー、お疲れ様でした。仕方ないです。はい。負けですね。まだ発言終了、押せてなかった。夜が来ました。目を閉じてください。カリオドかな。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。6番のプレイヤーは発言してください。八黒ってことは2番さん目線？ 3 八？ 8番さん目線は僕白だから、3、6で7だから79か72のどちらかってこと？リンだよね。8が俺白か。8が、いや、8新進行でいいんじゃないかな。だって8オオカミだったら多分自分に来るんですよね。ってなると、8は3と6だから。で、2番釣るか。そうだよね、今さら。一つだけ言っておくけど、安定で3釣りとか絶対ないですからね。なんか強靭が残ってたらなんか言い出しそうなんで怖いんですけど。もうそれしかないよな。2番いきます。8番。のプレイヤーは発言してください。8番目線って、そうか、3番、6番のどちらかにおる可能性もあるってことか。なるほど。でもね、まあ、8番目線って2番の色結果を見てないから、まあ、2番がどっちかが分かんないけど、まあ、2番行って終わらんければ、9番行って終わりだから、特に何も言うことがないんですけど、まあ、なんかね、8番2戦2戦ってすごい言われてて、内容に関して一応一言だけ説明をしたいんですけど、あの5、6、7の発言聞いてて、まあ、7番に視点が足らないのがおかしいっていうけど、7番視点で5番と6番にも正直な話色落ちがない2人組で、まあ、僕に精査しろって言われても無理ですって、多分6番と同じような内容を一部しか言ってないから、その7番はそこで叩くのは難しくないですかねって思いながら聞いてました。今言ってください。9番のプレイヤーは発言してください。てか、
八占いはダメじゃねえって思うんだけど、もうなんか27にしか27ローローで結構5強かなっていう風に見えてるのが、なんか1って27追ってたけど2の方が単体で進歩くて2に9占ってほしいって言ってたから、そもそも出現してないんだよね。だから5番がなんか強人っぽいムーブしてたから、だから27ローローの5強かなって思うんだよね。6もまあ決め打ちできるって言ってるから。で7番が黒かったのって3球ローローだったら2人して7釣り寄さないんだよね。もう8の強まで透けていて、で7に黒塗りできるのに2人で7釣り寄せておかしいから。で2番って1番のこと最白って言ってたのに9占わないで3占ったのもよくわかんないから、2番って占い値ずっとおかしいから多分勝ってると思うよ。1番のプレイヤーは発言してください。2番さんは3怪しんでたよ。どうだろう。まあちょっと俺3強7ローかなと思うんだよね。3番いややっぱね、占い審議つけた方が絶対情報落ちるんだよね。5番占い審議つけてなくて6番が2審ね。俺が結構占い師単体は2の方が指名があるからまだ7は釣れないっていう発言残してんだよね。で3番ってもう7行こうとして6行こう、7釣れないなら6行くで1投票やろ。だから2を指名で見てるところに投票入れてんだよね3って。まあけど3がローだったらもう7にヘイト向けずにどっか釣った後7釣れたら負けるからね。3、8ローロー、まあ2行こうか。2番のプレイヤーは発言してください。いやーここをちゃんと釣り切ってほしいですけどね。言いますよ。もう5が僕6番さんにまず返答しますね。5が強なんで僕はあの8のローを追って8強は追わなかったです。で5が強だと思った理由っていうのは、5に入れたやつが偽って言って2を偽って言ったり、8も入れてたのに8シーン8シーンって言ったり、7黒い6黒いって言ったり、最後のあの遺言の時めちゃめちゃ強アピールしてたでしょ。でそこに対して、僕はもう5が強だっていうところを思ったんで8、3、ローローっていう答え出してます。9番さんに話させてもらうと、僕はそういった目線で8黒だとしか思ってなかったんですけど、じゃあ6、9を占って、また白だった時って8の強を追わないんですかっていう話をまた言われるじゃないですか。なんで、8を占ったんです。で、まあ、黒だったと。なんで安易にもう3、7決め打ったんで決め打ちっていうのは本当やめてほしいですけどね。で1番さんに話すると、7つったら負けって言いますけど、あの段階で、村で7行くって言って7行けないじゃないですか。そうなった時に3番が3、8がヘイト管理、3番がヘイトをみんな村のグレーか買わないように7を怪しんでたんじゃないですか。他の怪しい位置を言わずにで評価収したっていう風にしか思えないですけどね。7からじゃあ行くって言ってじゃあ7行きましょうってならないでしょ。村決め打ち本当やめてほしいです。3を釣り切ってほしいです。3番のプレイヤーは発言してください。中って言いますけど、7行けなきゃ6行きますで、6番さんは私にちゃんとヘイト向け返してきてますよ。けど6番さんの思考が一番正しいんですよ。もう7番さん釣って、はい、ここで3釣ったら、9番さんが仮に強人であった場合ですよ。はい、負け確定するんですよ。まあ、9番さんは私目線では白く映ってるんですけれども、片白に行く発言って強人が結構やりがちな発言なんですよね。でもね、多分9番さん村ですよ。はい。私とぴったり思考が合ってるんですよ。はい。6、8、オア、7、2、ここ、オオカミ。で、9番さんは5番さんに強人を追ったんですけれども、私は5番さんに強人目はあまり感じてなかったんですよね。トップバッターの強人なら何らかの動きすると私は
思いますので、だから9番さん1番さんに狂人がいるだろうと思ってて、1番さんの方が合わなかったので狂人目が高く感じました。あの騎士だったんですけど、1番さん大丈夫ですよ、安心してください、私もしっかり占い心理つけてますんで、2位見せっていう風にね。だからあの1番さんの基準には私合格してるはずなんですよ。今日は2番さんに行ってください。そして1番さんあの落としてもいいっていうのはやっぱりミスリードしてるから、そこから釣っていってもいいっていうことなんですよね。理解してください。多分2番さん狼で終わるはずです。まあ8占いだけはないでしょうっていうのが2番さんの黒要素です。まあ、仮に9番さん、占って黒出してたら、若干2番さんっていうのは芯取り戻したかもわかりませんよ。7番さんと2番さんの発言の非合成っていうんで、2番さん狼だ。投票を始めてください。ありえん、ほらじゃないで。3番出現してるけど6、8ってねえやろ。3目線って2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。急強化、3番さん白かったよ。まあ9番さんは合ってくる。聞こえてます？バッチリ。ね、3番さんが6つ落とするのが俺黒かったけどね。いや黒くない、全然黒くない。それ黒要素になってないから。間違ってるから、1番さん 5白だから。6番さん俺2が2攻めていったよ。2の方ちょっと2、8便乗気味だけど。いやいや、6番が2進って言ってんだよね。三八ローローの時って6殺さないと勝てないのよ。三八六、まあ6番さん間違ってんだろうなと思って。じしても3番さんが一番考えてたよ。3番さんが、そうだよ、ね。まあ結論3番が陣の時7つったらきつくなるから。3が一番目なんで、そうそう、だから7釣りに持っていかないだろうなと思って結論7言ったけど、まあ4番さん、姫路でめちゃくちゃあの2攻めを追われるね。いや8番さんあそこ7釣りをしてよかったと思うけどね。いや一緒に8が開口っていうね、しかも僕陣外っていう。初日かっこいいか。いや、旧狂人わからんやったな。小林さんはプツプツしてるよ。うん、バーバーさん、多数行かないと。